4番のプレイヤーは発言してください。あーはい、おはようございます。ラビット CC4 ナイです。そうですね、初っぱなってことってまあ、超人気で、ね、えー、っと、レノのある部屋なんで、まあ、おそらく2、2番面が多いのかなと思います。その場合は、占いが進路、レノが心境ですかね。というところです。まあ、その場合は、レノから手をかけていくんですが、まあ、もちろん精査をして、 新っぽい方を残したいなと思います。基本的にはロラするんですが、まあ、状況によっては例の 2, あの2日目ね、手をかけれないってことがあると思うので、その場合のケアで、なるべくい方を残したいと思います。まあ、1、2、2、1とかになったら狩り出してグレーがいいのかなと思いますが、そういえば潜伏推奨でしたねってところ。なので、あのまあ発言精査、単体精査で頑張っていきたいと思います。その場合はね、1、2とか2、1になったら。ぐらいかな。 5番さん回しますね。5番のプレイヤーは発言してください。してください。はい、おはようございます。村人陣営です。えっ、ー、と、そうですね。まず4番さんに関して言うと、印象は良くないですね。えっ、ー、と、霊能まあ、22番目になったら、霊能が新居。まあ、そういうレギュレーションが多いのは確かなんですけど、それを初っ端の進行論で言うことによって、えー、人狼さんサイドは、 またその裏を書いてくる可能性もやっぱり大いに出てくるかと思いますね。そういう、まあ、植え付けを、えー、進行論として提示していくのはちょっとどうかなと思います。4番さんがもしも人狼軸であれば、えー、霊能に相方が出るというような画策をして、あえて1発目の進行論でもう決めつけて言っているんじゃないかなっていう、えー、勝手な推測をしています。 ただ、あの、霊能ロラに関しては、あ僕も同意です。あの、脳死霊ロラは僕は大嫌いです。もうゲーム性としても面白くないですし、やっぱり考察をして、えーまあ発言等で、新名を、あの、霊能さん、本当の真の霊能さんは新名を勝ち取って生き残ってほしいというのが本音ですね。ただ、精査がつかない場合には霊能ロラも、いやもう得ない場合はあるとは思います。ただもう、あまりあの、 思思考録せずに、えー、頑張っていいいきたいなと思いますあと占い師さんに関しては必ずその対抗さんが、えー、真か、えー、老かまたその相方位置の白黒そこら辺をきっちりとお発言していただきたいというところですね、えー、僕の方はいいです4番さんの印象は非常に悪い以上です6番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、っと自分占い師ですランダム白は1番三1番三が白です え4番さんに関しては、うん、俺はね、狼の人は霊ロラしたいと思うんだよね。だからね、結構決め打ちたいっていう人は結構俺は村目で見れるかな。芯が残った場合結構きついからね、狼目線、うん。そういう視点は4番さん結構白いかなと思った。で、5番さんに関しては、そこを黒塗りした。うん、黒塗りしたから狼とは俺はまだ見てない。 ええと、情報を落とすために黒塗った可能性もあるから、5番さんはね、あっても狂人だと思ってる。あの5番さん、狂人だと思う理由は、ヘイトを買いに行ってるとこね。占い地に入ろうとしてるとこが狂じ目。狼要素はないと思ってる。村側か狂人だと思ってる。4番さんは現状、白いかなと思ってる。緊張もしてない感じだね。 うーん、霊能に関してはね、もう4と5霊能ないの、スカしたっぽいけど、できればね、1周目で,で出て欲しくない。出るとしても2周目。対抗のね、ラインを見たいんだよね。対抗とのラインを。その霊能潜伏のいいとこって、対抗がどこ釣り寄すとか、どこが白いとかを言えるのね。そこがライン見れるから、そこで、 できれば潜伏してほしいけどまあ4と五がないのスカしたことからまあ出ても2周目出てほしいかな現状俺4と5に狼はいないと思ってる以上です7番のプレイヤーは発言してくださいまあ正直私も6番さんと一緒で4番さん5番さんが例のないのスカしてるからちょっとねがっかりしてるかなっていうところですね うん4番さんの方が俺黒いとは思ってるけど、なんか4番さんって2、2番目装置して話してたし、しまいにはもう、もう4番さんってスムラが透けてるから、釣り位置バリバリ入ってくると思ってるかな。5番さんに関しては、 4番さん叩いたのは俺は村目に取りたいと思ってて、まあそこは6番さんと精査は一緒ですね。えー、マックス狂人っていう精査は一緒ですね。えっ、ー、と、狼だったらヘイト買いたくない行為っていうのは避けると思うから、5番さん丸だと思ってまあ6番さんに関しては、まあなんか新っぽいなっていうのはあるんですけど、ただ4番さんへの見方は、あの、6番さんとは、 あの違いました5番さんへの見方は同じでした。であと喋ってないとこに白打ったという点で、ねまあ、囲いの線もあるんですけどだから白先の精査っていうのも、えー、ちょっとしていきたいかなと思ってますね。現状6番さんからそんなに偽要素は強く感じてない6 4番さんとの見方が違う。あともう一点あったのは対抗 を狼想定で置いてるのはちょっと黒いなと思ったけど黒い点といえば4番さんの見方が違うのとあと太鼓とラインを見たいって言ったから太鼓を出るのを想定してることと太鼓オオカミで想定してるところはまあ6番さんに背よかなと思ったかな以上8番のプレイヤーははは発言してくださいいいおはようございますそうですね釣りたいのは7番さんですかね なんか、えー、っとあま,ず4まず順番に4番さんから触れていくと4番さん進行論私は普通にいいと思っていてなんか5番さんが「その進路新教」っていう風にに言ってたらなんか人外が裏をかいてきて違う行動す,するかもよみたいなこと言ったけど普通に進路新教が結構スタンダードな何だろう 面だし、別に4番さんがそれを発言したことで、狂人が占いに出る行動をするとか、4番さんの発言がきっかけでっていうふうにはならないと思ってるから、5番さんの4番さんのクロナリオフトだと思ってます。うん。私は5番さんは普通に怪しいと思ったけど、5番さんより怪しいのは7番さんです。7番さんは6番さんが真の理由を全然言ってないのに、6番さんにしよを上げたことですね。私は6番さんから新要素全然拾ってないです。別に偽とも思ってないけど、 でも、7番さんは6番さんのことをシンって言ったのに、太鼓が出たことを想定して喋ってたとか言って、偽要素を上げたんですよね。で、しかも6番さんが言ってたのは、霊能が潜伏した時に、なんかそのお、霊能潜伏の話で太鼓狼が出た時に、みたいな話をしてなかったっけ霊能が潜伏したことに関して、その利点を喋ってた、んだよ。なんか、話がずれてるなと思いましたね、7番さんは。うん。 6番さんがシンかどうかわかんないけど、7番さんの6番さんシンって言ったのに、偽要素を上げてるのがおかしいと思いました。7番さん釣りたいです。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はいえー、よろしくお願いします。そうですね。俺も今のところ7番さん釣りたいかなとは思っていますが、いますが、えー、っと、はえー、6番さんが、えー、っと、太鼓が出たら狼、太鼓狼っていうのは別に普通だと思うんだけどな。 そこ怪しい要素なのかなどこが怪しい要素なのかは俺には全くわからなかった。えー、今、八番さんが言ってた例の潜伏だはどうのこうのの前に、霊能が潜伏しようがしまいが、対抗占いは基本的にはオオカミで出るって考えるのが普通じゃないですか。うん、そこがオオカミ要素になるのあオオカミっていうか偽要素になるのはよくわからない。でも、それでも六番さんのことを真で思ってるんだよね。だったら真芽を落とす必要はある勝つと。一度、9は俺にするよりか。番,番さんに関して、四、えー、番さんの えと狩人がないみたいなことを言っていたけど、それって7番さんが言うことでもっとムラリがなくなってるんだけどねと俺は思ったけどね。うーん、まあ4番さんをね、釣りたいんだったらいいよ、7番さんが。7番さんが4番さんを釣りたいんだったら、えー、それでもいいと思うよ。狩人がないから4番さん釣りましょうっていう発言をしっかりと残すんだったらいいけど、中途半端なままで4番さんの狩猟がないよねっていう発言を拾うんだったらやめた方がいいと思う。 だから、えー、俺は7番さんが黒いと思う。そんな感じかな。4語に関しては色落ちはしないよね。どうやったって色落ちはしないと思ってるよ。うんだって、盤面がだって、まだ、占い1しかで、6しか出てないんだよ。1人しか出てない盤面で、そんな、ねえ、精査はできないと思う。以上。1番のプレイヤーは発言してください、うん。あ、俺か。ごめんなさい。はい、1番です。よろしくお願いします。村人陣営です。 えーとそうです、ね、占い結果については本当は把握していますうーん。グレーに単体で怪しいと思ったらも同じく同様だから。別に8番さんと9番さんと便乗するわけじゃないから、やっぱり俺7番さんかなって思ってるうん。7番さんで結局、拓馬さんの新名っていうか見たり見なかったり、かなり中途半端っいうか慌ててる様子を俺見たからうん、現状俺7番さん釣りたいかなって思ってる。 うん、8番さんと9番さんに関しては正直全く分かんないかな。4番さんも5番さんに関しては。特にクルーシャは俺は開いてないから現状は、まあ、駄目かなって思ってる。まあ2周目次第かなって思ってる。現状釣りたいのは7番さんかなって思ってる。うん以上。2>, 2番のプレイヤーはー発言してください。はい、おはようございます。2番です。占い師はございませんえ。そうですね、4五番さんを比較したときに5番さんの方が印象がいい。理由は5番さんはいろんな番目を落としていた。占い心境、えー、っと、 えー、霊能が2番22番目だった霊能が進路ってパターンも5番さんはしっかり視野に入れていてそこを視野にない4番さんは印象が悪いすごく悪いと別に黒塗りをしていないと思うんですよね、うん、印象がすごく悪いですって5番さん言ったと思います、うん、なので5番さんはすごく俺は印象が良かった45って比べればねうんで7番さん、えー、89番さん7番さんを釣りたいと言っていますが7番さん俺的には結構 こうシビアに精査しようとしていたのかなっていう姿勢が見えたかな、俺は。うーんだから7番さんも2周目だと思っている。でも8、9番さんで比較したところ9番さんの方が村目線かなとうん。それは7番さんに対して釣りを上げたけれども7番さんに対して4番さんで役職をつかすのは7番さんが、えー、一番村利がないよといったところ9番さんが一緒が良かった。3番のプレイヤーははいおはようございます。よろしくお願いします。えー、占い CO ありません。はい、いやー、平和村で,ですね。 いやうーん、いいっすねーー。で、えー、っと、6番さんが1番さんにしろということで、うん、<ー>えー、把握しました。ということでですね、えー、っと、そうですね、僕が怪しいと思ったのは、やっぱり7番さんが、えー、っと、6番さんの新目って言った後に、えー、まあ、一番最後に、6番さんちょっと怪しいな、っ言って、さらに、 うん、4四号はスムラが好けたから釣りたいっつったんだよね。いいうん、え4四号って結局別にあの霊能の話はしたけどカリウドの話何もしなくねってなんでそこでスムラを押し付けて釣ろうとしてんのって、うん、思いましたね7番さんに関しては。うんで、えー、そこを8番さん9番さん1番さんが7釣りたいと、うん、結構7番さんにヘイトを向いてる中、うん、2番さんに関してだけ。 うん、7番さんは2周目、シビアに精査してるように見えた。っていう風に言ってんだけど、うんいや、7番さんって4号をスムラスケだから釣りたいっていう雑な釣り推しを使用してんだよ、うん。いや、今現状普通にシビアに精査してても結構俺は雑に見えたけどね。うん、だから27あるんじゃないのかなと、うん、思いましたね。うんでえっと、8番さんの発言はちょっとふわふわしてるなと思いました。うん 正直、えっ、ー、と、7行きたいっていうのは良かったんですけど、うん、それ以外の考察が全然伸びてないなと思ったので、8番さんに関しては2周目お願いします。4番さんの進行論はすごい良かったです。占い、進路、心、え、境、ー、って言ったら、えっ、ー、と、この状況、陣、えー、外全員潜伏してますね。うん、何を考えたら正直わかりません。うん、なんで2周目聞いてね、もっと精査していきたいと思います。現時やっぱ7番さんですね。うん、6番さん、真のことが、7番さんだけは真を落とそうとしていた。い4番。 のプレイヤーは発言してくださいあ、7が例のね。はいうーん、平和村っすねってところ。うーん。まあみんな言ってるけど7はね、あの俺も思ったんだ。6の新芽をた落としたいのか落としたくないのかよくわからない。最初はなんか6から2セン拾えないって言った割に、後からバン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 6の叩きを入れていったってところが例の。うーんまあとりあえず太鼓が出なければ。 今日の釣り地じゃないかなと思うかタイミング的にちょっと釣り逃れっぽくもあるとは思ったあーでまず5番さんがまあいろいろ言ってきたかまあ俺の発言でじゃあ結局ねあの狼が霊能に出ても5番さんも霊能から手つけるって言ってるからねえなんか多分やらないと思ったけどね まあただ5番3っていうのは別に黒塗りをしてくるわけでもなく釣りたいって言ったわけでもなくただ印象が悪いにとどめたところからそこまで黒くは見えてないけどね。うん。で、やっぱ8、9、1、まあ、3もそうだったけど7釣りをしってとこに2がね、うん、7をかばったようには見えたかどうだろうね。なんかここまでもう仮に2、7ローとかだったらここまで7が釣り押されていたらラインを切ってくるんじゃないかなって思ったんだよね2番3っていうのは。 だから、強靭人名の方が強いかなと思ったら2番さんに関しては。ぐらいかな、うんで。えっと、占い師が1人だから1が白ね。そうだね。今日の次に7が例の死をしたからちょっと困ってるんだよね。あ ?3 も例のちょ、ちょっと待って。3も例の。まあ今日でもグレー詰めですよね。占い師1人で確定してるから。小林さん2周目聞いて考えます。以上で。 のプレイヤーは発言してください、さいはいそうですね、えっ、ー、と、まあ、現状、1、2番目ということですね、グレーを詰めていくという感じになるかと思います。えっ、ー、と、そうですね、えー、3番さん、まあ、例の方からまず触れていくと、えっ、ー、と、3番さんの意見、ちょっとわからなかったのは、7番さんが4号を釣りをした、スムラス化してるから、4号を釣りをしたっていうのは、捏造だと思っています。 4番さんは確かにスムラを透かしたから釣りたいとは言いましたけど、僕のことまでは含めてなかった。誇張して7番さんの不当さを上げているという点が、ちょっと3番さんは2戦目かなと思っています。で、えっ、ー、と、現状ですね、えっ、ー、と、7番さん叩きっていうのは8、9、1と続いたんですが、2番さんがそこを断ち切ったんですね。 なので、4番さんの考察の中にあった2番さんの強じめはあるけども、割とまあ、えっと、狼はないのかなという意見とは僕はえ同意しています。えっと、2番さん、4番さんをおやや白く見ています。えっと、8番さん、9番さんに関して言うと、えぇ、えっと、8番さんは、え4の5への黒塗りは不当だと、 いう,ことうーん、まあ、黒塗りまではしてないんですけどね。ただそこに便乗して、えっとえー、ただそれよりも黒かったら7番釣りたいということで、えー、7あ8番さんに便乗した9番さんをやや黒く見ています。で1番さんこれ、片白なんですけども、1番さんの強靱名はないのかなと思った、8、9に便乗して7を釣りをした点で、1番さんは、えー 白が出ていますが、びんえっ、ー、と強字目はないかなと思っています。24黒えー、24白く見て、えー、899をうん黒く見。六番のプレイヤーは発言してください。うん、あはちょっと黒く見てる人いるんだけど、えっ、ー、とねここで確定してる役職が怪しいとこ言っちゃうと票が集まると思うんだよね。 で、例の視点の,あの考察ができないと思うから、俺はもう今日73は行かないでほしい。とだけは言っとく。えっ、ー、と、もう進行論しか言わないね。怪しいとこは言わない。投票が流れる可能性があるから。えっ、ー、と、37は頑張って真を取ってほしい。えっ、ー、と、3番さんについてはなぜちょっと CO が遅れた理由をしっかり言ってほしいかな。 うん、それをしっかり言えないと多分三番さんは偽でしょう、うん。考察俺残さない方がいいと思ってるかな。やっぱり投票流れると思うから。例のがね、決め打って頑張ってほしいかな。多分今日グレーツって隠しろなっちゃうと、白白、例のけか白白ってなると、例の決め打ちになるよね。俺が黒見つけれなかったら。ってなると、 明日37のどっちか釣りになっちゃうから3番さんと7番さんはマジでシーン撮ってね。そこがもうこの村の勝利の鍵だと俺は思ってる。俺はちょっと、俺が誘導しちゃうとミスリードもありえるし投票が流れる可能性あるから、ここはグレー同士の投票を霊能に見て霊能審議、うん、どのラインがあるのかで、 えーと頑張ってシーン撮ってもらいたい3番さんと7番さんあとミポリンさんも強人あり得るけどまあミポリンさんも釣り誘導はできればして欲しくないとは言っとく多分人害がそこに流そうとしてくる以上です7番のプレイヤーはじゃああの占い師があのそう言ってるんで、えー、グレーツめということで えとまず1周聞いて、3番さんって俺めっちゃ黒いなと思って、5番さん言ってくれたんだけども、把握漏れをしていたってところね。私は4番さんの発言ってもう救いようがないほどスムラが透けてると思いまして。あれは救いようがないです、はっきり言って。2、2番目、狩人、その手で出ていいんじゃないあ、だめだ、ここ狩人潜伏水晶村だったんだって、これを、うん、救いようがないです、この狩人、内野塚市に関しては。 だからめちゃくちゃムラリがないなと思って、で、私が4、5、5はね、そこに含めてないんですよ。そういった点で3番さんの把握もれしてたら釣りたいなと思ったら3番さんは対抗で出てきたと。で、現状3番さんのことは人狼で見てて、この、えー、盤面だと狂人で出てくる意味はないのでね、3番さんは人狼で置いてますね。一周目の私の6番さんの精査っておかしかったですか別にしなんだか、なんだか漢字はしんぽいけど、 まあ発言からセオ素を拾っていくのであればっていう発言をしただけなんでけど2番さんが人狼だった時にうーんと自分をかば,えかばえばいいと思ってるあ自分を釣り押せばいいと思ってるからそこをえかばったってとこは2番さんは白目かなと思っててうーんまあでもスムラス化してるから4番さんずるしかないんじゃないの だってて潜伏ししるんでしょだこれからどんどん2グッチをも狙っていくんだから4番さんって絶対あのないから、ね、あの発言から今日釣り位置4しかないと思ってるけど別に4から黒ス素拾えたわけじゃないけどねまあ4が白だった時は8九が怪しくなるかなっていう感じですね以上8番のプレイヤーは発言してください じゃあ、7番さん、5番さんはもう永遠に白気ですか。私も、でも7番さんの言うと、イレノワが出ると思ってて、出ると思って、出てると思ってて、あと私、2番さん強人だと思ってるんですね。2番さんって7番さんの構え方がおかしかったし、9番さんが7番さんのことを釣りをしてるのに、9番さんのその4番さんに対して、7番さんが役をすかしたっていうところが村勘定だったって言って、2番さん、白く見たんんでですよも番さ7番さん釣りたくないんだよ。 2番さん先生おかしいと思っていて狼だったらかばう必要がないと思ってるから2番さん強人だと思っててうんでも7番さんうんなんだろう役形はいいけどさ狼釣るゲームだと思ってるからさもっとお黒いとこ言ってほしかったんだけど4が黒くないと思っててでも役すかしてるから釣るって言ってでじゃあ8級 5, 5番さんは8級狼どっちかいると思ってんの 三番さんの相方探すんだよ、斜め線。でも正直、三番で歩ったら三番さん偽かなとか思っちゃったな。<laughs> なんか三番、三番さんが私がふわふわしてるとか言ったけどさ、めちゃくちゃ頑張って考察してるのに、ふわふわしてるで終わらせられるのめちゃくちゃ嫌なんだけど。ふわふわしてるって何 ?9 番さんはちょっと白いと思っていて、その9番さんが7番さんが、 4に役をつかしたっていう、まあ、2番さんと同じなんだけどあの私それめっちゃ言おうとしてて忘れてたから九番さんが言ってくれたんだよね九番さん白いと思っていて黒いと思ってるのが5番さんです5番さんは九番さんのことを便乗だから黒いって言って24が白いっていう24白い理由全く言ってなかったので5番さん釣りたいんですよね今日75とかじゃないか分かんない35もあるかもしれないどっちか分かんないです9番 のプレイヤーは発言しししてください、えーははい、えー、よろしくお願いしますす、えー、そうですねとりあえずは、まあ、5番さんの俺ただけはまあ不当かなと思ってますよね。とりあえずはそれだけは思ってます、えー。8番さんの便乗してないしね、今8番さんが言ってたよね。8番さんが、えー、言い忘れたって言ってたけど、本当かそうかわかんないけどね。うんと、それは俺は言ってるからね、便乗ではないんだよね。だから俺5番さんおかしいなと思ってるよ。でその5番さんを白直にしてる7番さんもおかしいと思ってる。 えと7番さんの、えー、と出方的には、えー、4番さんが言ったけど、釣り逃れにも全然見える。全然見える。ただ、えー、3番さんの出方も、7番さんを釣りたくて、しょうがなくて出てきたっていうふうにも見える。で、3番さん、でもね、3番さんがね、えー、と人狼だった場合ね、うんと、例の例出るメリットあるかなってちょっと考えちゃったかな。まあ、こういう考えをする人がいるからメリットあるってよく言われるかもしれないんだけど、3番さん、人狼だったら普通に占いで出た方がいいんじゃないのかなって思うけどね。うーん ああどっちかっていうと、俺は7番さんの、えー、視点が、5番さんが白いと言ったら7番さんの視点がおかしい。だから今日は、えー、と俺は5番さん釣りしたいかな。でえー、っと3七に関しては、えー、3が真で、7が偽だと思っている。7番は、えー、釣り逃れっていう感じかな、えー。2番さんが巨人っていうのは、俺もうん納得かなとは思う。納得かなとは思う。うん、それぐらいかな。あと、 ロ番さんが一番さんの精査もしない方がいいって言ったけど、別に一番さんに流,られ流される人はいないし、一番さんに流されて、えー、本当におうかみるかもしれないから、一番さんは全然精査していいと思う。う。ん。ぐらいかなかな今日はね、ゴ、えー、番釣りで、五番釣りで以上。で、一番。のプレイヤーは、発言してください。んなるほどね。 うん、まず霊能に関しては、うん、そうだな、ね、振動もあり得るけど、心境っていう可能性も十分にあり得るからね。裏目線に一つ言うけど、角馬さんに関してはそれは了解しました。うん、あまり釣り誘導に関してはしませんということでね。うん、7番さんの、7と3と比べたら正直ね、まあ、うん、発言的に言ったら俺7番さんの方が完全に偽かなと思っ,てな思ってたんだけど、なんでかって言ったら、4番さんが白ければ8級どちらかにいるっていうけど、完全になんかグレー星座ってか、俺。 中途半端っぽく見えるから俺、うん、7番さんがその発言言ってた俺今日8級の俺どちらかからいこうかなと思ってる今のところ現状ね多分8級の俺どちらかいると思うんだけどな以上ですよ1番さんすごくいいですね、うん、僕も8級どちらかにいるなっていうふうに明確に思いましたね その理由は、えー、そうですね、九番さん、8番さんに限っては5番さんを挙げている理由は分かりましたが、えっと、例のに8番さんは、オオカミが出てると、3、5、5、7を言ってるんですけども、8番さん目線で3番さん、7番さんの審議が曖昧っていうところが微妙な点、9番さんに限っては、3番さんオオカミ出るメリットがないの、ない,あないと思う。だからこそ、えー、 なんだけどこういうの、狼がで出るんだと思うけど、みたいな発言をしてたけど、で、5番さん上げてたけど、うん、で、結局三が7、2000、ね、7はじゃあ、強人で見てるの、じゃあ、グレーの5番さんの相方にどこなのかなっていうのが気になった。で、8番さん、9番さん、両方とも俺のことを強人上げしてるんだよね。ってことは、9番さんも、結局は、霊能にロウが出てるって見てるから、何を言ってるんだろうな、9番さんはって、俺は思ったね。うん えー、そこが9番さんの切りにいらなかった点かな。確かに5番さんの24白く見てからは僕は9番さん、2> 2ん便乗以上の9番さんっていうのは確かに不当だとは思ったけれども5番さんに不当なのは9番さんの殴りだけれどもなぜ8番さんを上げないのかなっていうのは僕は気になったかな5番さんには、うん。だから5番さんを白くは見ていない現状。えー、で37に関しては7番さんの方が圧倒的に偽かなというふうに見ているね。 うん、7番さんは俺1周目かばったって扱いをされてるかもしれないけど俺は2周目精査しっかり発言精査をしていこうかなと思ってるだから7番さんに関しては2周目かなってぶっちゃけ率直に思ったかな、うん、だけれども7番さん2周目の発言はとても真と思える考察ではなかったな、うん、と思ってる、うん、だから今のところ7番さん見せで今日は急ずりですかね3番 のプレイヤーおはようございます。うん、まず、例の新種を遅れたあのー、ことに関しています。7番さんが仮に、仮に強人だった場合、狼が平和村の状態で7番さんを噛んで、1、えー、人,人外減らしてくれるっていう可能性があるから、出るの迷ってました。うん、でもやっぱり出ました。7番さんが狼だったそういうことがないからっていう話。うん、で、7番さんに攻めガンガン上げていきます。うん、7番さんっていうのは、えー、とまず、 まあ、3番さんを狼で見ていますと。うん。で、えー、っと、まあ、7番さんっていうのは、えー、っと1、1周目、4番さんの進行論が、占い進路、霊能、心境っていうふうに追っていて、いね、霊能ではないことを透かしたから、4番さん、スムラを透かしてるから、4番さん釣りって言ったんですよね。僕が1週目ちょっとね、4号。ああ、そこか。はい、えー、狩り、OK です。4号に関しては、うん。 あのー、すみません、ちょっと4号一括くくりにしちゃったんですけど、4番さんね、4番さんに関しては、スムラであることをすかしたから、4番さん釣れって言ってるんですけど、7番さん目線、そのじ自分自身が霊能だったら、えっ、ー、と4番さんが狩りの話をしてないのにもかかわらず、そんなこと言います、うん、霊能ではないことをすかしたから。霊能の新居、えー、占い師の新郎の話をしたからスムラ、スムラをすかしたことになるんですかね、7番さん。うん で、7番さんって、えっと、2番さんに対してめっちゃ触れてないんですよね。僕が1周目、あの、27これあるんじゃないっていう話をして、7番さんは今回2番さんに触れませんでしたっていう話。2番さんに関しても、7番さんのことを二戦目と言いつつ、二戦目の理由を挙げてないっていう話。1番さんに関しては、片白であるが、興味はないと思ってます。はい。1番さんはしっかりと7番さん二戦目を挙げていましたが、2番さんに関しては、7番さん二戦目を挙げてません。2番さんから行きたいです、僕は。 投票を始めてください。<laughs> ありえん、オラじゃないべ。いやー、このふみさん白真かな。これね、ニつってクロエド九州出る。の。プレイヤーが選ばれました。一二八いったのが一二五か。 2>, 2番のプレイヤーは発言して,発言してください,、はい。いやー、ちょっとさんまさんつらいな、悲しいな。<laughs> えー、さんまさん結構箱盛りする方なんから俺、7番さんに攻め、えー、7番さんの発言考察がとても進んを思えなかったっ理由はちゃんと言ったんですけどね。それでさんまさん俺に強いとかけてくれるのは俺、納得いかないかな。うん で三番三目線僕を釣ったのれば僕の相方一もどうかなっていうべきじゃないのかなって僕は思ったのああ <laughs>。いや、サんなどっちも、どこれちょこれでわかんなかった。ごめんね。サーマさん発言でごめんなさい、わからなくなりました。うんで、キューバさん借りしようということで、8番さんに入れさせてもらいましたが。ああ。 八番さん五番さん押してるけど5番さんは8番さん押してないんですよね。うん、だから五八いや三7が新境だった場合は5 8ローローっていう目線もあってもおかしくないと思ってるね。うん全然、えー。これはちょっと。入れ合ってるからライン切れの可能性も大いにあると思っている。 うん、で7番さんが4番さん入れてる理由はやっぱそこが腑に落ちないんだよね俺はうんそこが腑に落ちないよいるか7番さんんだったらもうちょっと4番さんそれだけで釣り対象っていうのは俺は納得いかないから、うん、7番さんは発言からしっかり精査しようとする意欲がなかったけれども3番さんがわかんねえよこれ <laughs>。 三番さんの発言もなんか俺に釣り誘導をかけてきた感じにしか見えなかったしちょっとわかんないけど <laughs> あすいませんこれちょっと信じれる人が誰もいませんでした、はい、夜が来ました目を閉じてください。ね俺の予想だけど三がニに釣り誘導して便乗したところに狼がいるって でなるとやっぱ4かな当たったあーこれ結果かったりするかサンクロー打つか。 えー、何し白か4がいい、えー、5かご苦労と朝が来ました見打ち切った可能性ある初日昨夜は誰も死にませんでした 1番のプレイヤーは発言してください。2白だから言ったよなんで2番釣りおしてたんだよ。<laughs> うんまあとりあえず今日5番さんねうんやっぱり裏返し神に行ったんだなうん多分これ心境じゃねえかこれ予想だけど。うん <laughs> あー でね、まあ、5番さん、スタートなんだけどな。どっちだろう、ほんまに。うん4と8。俺、8っぽい気がするんだけどな。2番さん釣りはあれ間違ってるよ、正直。村見世、もう一度言うんだけどさ。なんで2番さん釣った ?2 番さん、俺、白いと思ってたんだけど。うん。あはは。結果がたる <laughs>。4の。はい。じゃあ、4番さん釣ります。 3番のプレイヤーはよおはようございますいやー、すみません、2番さん、ちょっともう今ね、僕ね、もう逆立ちしながら土下座して、鼻くそ1本ほじりながら、2番さんに謝って、えー、2番さんしろって言います。すみません、本当に2番さん、マジで。うん、いや、2番さんだって7番さんの偽要素上げたって言うけど、7番さんの発言が新芽がないからって、それ、理由になってないっていう話なんですよね、2番さん。 うん、マジで2番さんすいません。いや、もう2番さんは単体で黒かったって言えるでしょ、村目線。うん、マジですいません、2番さん。はい。で、えー、っと、カリウさんグッジョブということでね。えー、っとね。はい、4番さん黒ということでね。これはもう4番さん釣りですね。はい。 4番さんは、えっと、2番さんに入れてるっていうことは、4番さん目線、やっぱ盤面が見えていたから、2番さんに入れることができたってことですよね。2番さん結果白なんで、えっと、僕が2番さん釣りをしたことから、狼は便乗すれば村を釣れる。だから4番さんが黒だった。ありがとう、占い師さん。4番さん占ってくれて。じゃあ4番さんの相方はどこか。うん。えっと、多分7番さんは狂人ですね。7番さんは4番さんに入れてることから、えっと、ご主人様が、 えとどこか分からないから4番さんに入れている。うん、じゃあ7番さんもこれ47だったら4番さん入れることないから多分7番さんは強人っていうことは、うん、そうだな、58、58か。うん、58か。58か。うん。ちょっと5番さん8番さんの発言はこれね、2周目ね、聞いて、ちょっと決めますね。 とりあえず4番さんずりですね。7番さんは強人で追っています。以上。4番のプレイヤーは発言してください。うんもう語りとかいいんであの、本当の結果出してくださいね、6番さんえっ、ー、と、昨日に入れた理由としては、なんか正直ね、58、そんなに、ね、あの黒く見えなかったんでね、正直ね。で、えー、と1周目で2番さんの強人目があるのかなっていう話はしたんですけど、えっ、ー、と、2番さんっていうのは37の真理で、 えと7を二戦目に見ていると言っていたのに、7があの8九にどっちか黒いるんじゃないかっていう発言もあったのに、8九だと思っているって言っていた。ことから、まあその、それがまずおかしかったし、2番さんが強人だと思っていたからね、昨日まではあの。7が偽って言ってることが7を黒に見ていて、7があの黒いって言ってる8九はないんじゃないかと思って8九釣りをしたのかなって思った。あ,あ だから2に入れましたって感じなんで、すよねうんで2白ね。だから2強陣ある、まあ普通にあると思うんだけどな、俺は。で、5八正直そんなにクロース拾ってないんだよね。うん。ぐらいかな。わかんない。なんでまだあの本当の結果言ってくれないのかわからんけど、6番さん。って感じかな。うん。 自爆ボタンないんで自爆できないです。はい。なんで、まあ今日は例の決め打ちになるのかなだから7番差の話を聞いてどっちか入れようと思いますかって感じ。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。えっ、ー、と、そうですね。まあ今日は4番差に行きますが、 えー、僕はね、結構ね、八幡さんごめんね殴、殴ったり殴られたりしてるから、殴り返しでバチバチやってる感じで言ってるだけじゃないんだけどね。八幡さん結構黒く見えちゃってるんだよな。か4八ロールあるのかなと思ってるんだけどね。ただ、三番さんの、三番さんの、まあ、ちょっと八幡さんに関しては後を言いますね。三番さん、七番さんの精査で言うと、僕ね、三番さんの七が狂人に出てて噛ませたかったって。 っていうその発言がお村っぽいなとは思ったんだけどもうんもしもねうーんまあそうだよねまあ狩,狩りが守ったりとかすることを考えたら まあ今11番目12番目なんでえっともちろん6番さんを守りには行くと思うんだけどね変態護衛をしてもし7番さん神に行って7番さんを守ったりとかすると無駄りになるわけじゃないですかその辺考えなかったのかなっていうところがちょっと気になったかなという点あとは2番さんを釣りをした点僕結構2番さんは白く見えてたんだけどな7番さんが4番さんを釣りたいって言った 時点っていうのは4番さんがもうスムーラだから7番さん時点で8、8 9、2の段階で、えー、狩りが出てなかった、えー、と9番さんが狩り出てなかった段階だったですよねで8番さんの黒目あげますねえー、と黒目は、えー、と最初7を怪しんでたのに3が怪しいと言って僕を黒塗って最初に言った発言が7、5あるかもあやっぱり5、3あるかもみたいな感じで言い換えたところこれが8番さんの黒目ね四位6番のプレイヤーは発言してください はい。えっ、ー、と、まず5番さんに黒を打ったのは、ちょっと自爆あるかなと思って打ちました。ごめんなさい。えっ、ー、とね、4番さん占った理由なんだけど、えっ、ー、と、まず3番さんの二釣り誘導に乗っかったところに狼がいると思ってたから、乗っかってる4番さん占って黒が出た。で、4番さんに投票してるのは7番さんのみ。 うーんでね、初日8番さんが7叩きっていうのが、7番さんが4番さん釣り誘導してたから、48かなって現状持ってるかな。えっ、ー、と、5番さんに黒打った理由なんだけど、初日の身内切りを追いました。5番さんが4番さんに。身内切りを追って5黒打って自爆見たら45分かるかなと思ったけど、 の、おばんさん違うっぽいね。で、8番さん占わなかった理由なんだけど、8番さんって霊能になんか狼が出てるって発言してたから、8番さん教授もあるのかなと思ってたから、占いしなかった。現状4、8で見てるけど、まだちょっと頑張ってほしい。霊能が芯取ればもう確実に勝てると思うから、 えと7番さんと3番さん頑張ってシーン取ってほしい。今日4番さん釣りでお願いします。あとゴロスペさん村ならちょっと考察頑張ってほしい。以上です。7番のプレイヤーは。えっとじゃあまず4番さん投票に至った理由を説明すると、3番さんの発言で。 4番さんがカリのドないの透かしてないと言ったんだけど、あれは4番さん、カリのドないの明確に透けてたから、かばい方が異常におかしくて、2番さんへの釣り誘導も不可解だったことから、これ、3、4人狼かなと思って、4番さん投票しました。3番さんの2戦目、ガンガン上げていくと、1番さんを強人はないって言ったんだけど、1番さん強人です、間違いないです。なんでかっていうと、霊能に信教って言ってる、ただ1人信教で追ってるんだよ。 これは間違いなく1番さんは強人でしかないと思ってる、これは。で、4クロなんでしょで。5番さんも精査おかしくて、8番さんってこのいや、6番さんもマジでおかしいんだけど、8番さんって真っ白で、8番さんこんだけ釣りをされてるのに、2番投票してないんですよ。1人で5投票してるんですよ。これは8番さんは、オオカミはもう間違いなくこの投票行動から見てないと言ってもいいでしょう。 間違いなくないと思ってて、いや、5番3視点、48を追うんだったら、霊能神経なるでしょう。霊能神経という古刹が出れば、48ローでしょうね、あなた視しては。なんか、5番3の8の怪しみ方も不可解ではあったけど、まあ、1番3の強味っていうのはかなり高いと思ってるね。えー、謎に神経追ってるからね。これ、後から出てるこの状況で、霊能神経っていうのはありえない。3番さんが狂人っていうのはありえない。 強人だったら出るメリット1ミリもないです。後から出てるからね。といったことから、この新教という視点を落としたら一番最強靱要素ですね。え、三四人路。うん。四つって三つって勝ちですねこのゲーム。以上。え、いやなんか村が三七の新教で見てるのが本当に分かんないです。私は二番さんが強靱だといまだに思っているし、 えなんかさ違うってもうほんといいからそういう語りマジで <laughs> なんかみんな私がさ変な考察してるみたいに言ってくるのほんとに嫌なんだけどめちゃくちゃ真面目で考察してるしもう7番さんが真に見えてきたもんなんか3番さんが7番さんを強人で置いてなんか2番さんが絶対に村みたいな2番さんが白出たから絶対村みたいな2番さんの強人もあるでしょ2番さん強人全然あると思ってるんだけどなんか5番さんはごめん 私は例の新郎で追ってるから5番さんの苦労は当たってなかった。それは申し訳ない。それは本当に申し訳ない。<laughs> でも、うーんな,んでな,んで <laughs> なんでなんでなんでなんえっと待って、いろいろ喋ろうと思ってたのに。うーんあそう、私が、えっと、最後に5番さ3黒軸で考えて57ある、三五もって言ったのは、<laughs> 5番さんを黒塾で考えていたから、で、例の進路出てると思っていたから、どっちもあるなって思いました。5番さん黒塾で考えていた。それが間違ってました。はい。でも、もう、あの、えなんで例の進路が追えないの新居100%追ってんのう、<laughs> いやさんなんで進路かって言われたらちょっと分かんないけど、うもう感覚で進路だと思ってる。3番さんが7番さを強人でおいて、 4の相方58どちらかにいるって言ったのは<ー>なんか3番さんしてんさ47の身内切りとかもさ追えな追えなくもないでしょ追えるでしょって思っている思ってます今日は4番さん入れます9番のプレイヤーは発言してください、うん、はいえー、とりあえず今延長しましたけど6番さんファイナルアンサーお願いします <laughs> ファイナルアンサーお願いしますえー、っとどこですかお願いしますもう一回打ってください 最終をもう一回打ってください。4の了解です。じゃあ今日は4釣ります。で、えー、っと、俺、2番3強靭もあると思ってるし、1番3強靭もあると思ってるよ。うーん、だってさ、昨日俺釣りってさ、え、なんで ?5 番3はまだ俺の2周目の発言聞いてないから、まだいいけど、まだいいけど、でも、俺釣りってなくない昨日。1番3、2番3。俺もう、狩野言うと出されちゃったけどさ、意味がわからなかったもん。で、 えっと4番さん黒っていうのはちょっと俺分かってなかったな。この方が黒いとは思ってたからね。えー、7黒で、えー、7黒だと思ってるから。思ってたから。でも今日の発言を聞いて、7番さんは俺はもう限りなく真だと思ってるよ。7番さん死真んだと思ってる。7番さん死真んだと思ってる。で、えー、3番さんが偽。偽。で、えー、っと、3番さんが偽だった場合、強人はないっていうふうに7番さんも言ってた。俺もそう思う。思うが、 八番さんの発言が臭すぎちゃって、なんだろういや、だって強人でおいてる人ってそんなにいなくないなのになんかなんでなんでなんで強人あ、人狼で追えないのみたいなことずっと言ってて、めちゃめちゃ不思議なんだよね。いやー、これ4つったとしても勝てないからな。だから8番さんでれての発言は今めちゃめちゃブレてる。 三番さんが,がえっ今日かローかブレてる。七番が死んだと思ってる。今日は四ずり。うん。ねえのけって大事だ、ねで。あ、マ、ま、イ、あ、<れ>あえず四りで、以上。投票を始めてください。<laughs> ありえ、おらじゃない、べ。えん。 まあけど三番さんの言ってた理由納得だからね出方的にはちゃんと理由あるからな。四番のプレイヤーが選ばれました。四番のプレイヤーは発言してください。ああ。まあ六番さんとねせっかく同存できたからまあ良かったかなうん。 あの絵の潜伏のメリットを6番さんから聞いて対抗が釣りをしたところ見たいっていうのはあ頭になかったなってそういうメリットがあるのかって普通に感心したかなうんよく見てますはいまあそんぐらいかな <laughs> はい天国で結果を見守ってるねお疲れでした夜が来ました<ー>目を閉じてください まあ、は切ってないやろ占い師は見る相手を選んでください。いや、このスペさんかな。<laughs> ありがとう。あ、白だ。<laughs> ってなると、これ三四なんかな。 いやこれ今日ね、れめ打ちだよな。いやけどゴロスペさんは今日あるからね霊能にオカミいるって言ってるのが今日はピにも捕らえられるからまあわかんないんだよな。 朝が来ました。五が四切った可能性もあるし。昨夜死んだのは六番。ああどうだろう四七切ってたんかな。七番のプレイヤーは発言してください。でも今日三番つってこのゲームは終わると思ってる。まあ九番さんが三強という視点を落としたけど、あの出方で狂人は出てくるメリ。ット が限りなくなくくて、まあ、そういった点ではもう三番さんはオオカ、う、ミ、ん、34人路三、まあ、番さんの,の、ね、昨日二戦目上げたんでもう一回あの言っときますまず4番さんは狩リうないのは明らかにあの発言では透けてました二二人形であれば狩リう出してという発言明らかに4番さんは狩リうではない視点で話していただからそこをなんで狩リうないと言ってい カリーないので少<ー>しねえ。これ五番さんの発そこでえっとううーカバーをとしたのかっていうところ。え加えて一番さんの強人名がないっていう生産もおかしくて一番さんはもう強人でしかないでしょうね。あの霊能神経。まあ一番さんが強人じゃなかった時の強人じゃ五番さん。なんでかっていうと四八黒を追うのであれば五番さんは目線霊能神経るからね。 だ5番さん強靭で今日グレ釣りのハチ釣りを提案すんのかなって。そしたら5番今日なら勝ちだから、このゲームは。もう今日は3番さん投票しかないです。はい。ってぐらいですかね。うーん。8番さんのあの投票行動はもう真っ白ですよ。だって3人から票もらって、で結構票を もらうような、えー、精査してましたよね、入れた人たちっていうのは。特に1、2番さんあたり。にもかかわらず、2には入れないで5に入れてるってところは、もうこの投票行動から8番さん真っ白です、ね。あすね、まあ4三ままあ、3人、巨人値は1か、サインかですね。以上。8番のプレイヤーは発言してください。 結論は3番さんからいきますえっと7番さんが釣りながら出てきた狼の視点もあるのに7番さんは巨人でしか置かず4番さんの黒軸考えて58どっちか発言聞いてきますって流したところがうん七の狼も燃えるんじゃないかなって思いましたで私が2番さんに投票しなかった5番さんに行ったのは2番さんは巨人だと思って5番さん狼だと思ってたから2番さんの巨人を釣るゲームじゃないと思って5番さん狼だと思ったから5番さんを釣ろうとしました投票しました 間違ったんだけど。えー、待って。でも私は3番さん、<laughs> 真郎だと思ってて、7番さんがもう真だと思ってるから、3番さんいっつったら終わると思ってるんだけど、終わんなかったら、<laughs> 私の考察が間違ってたんで、それは謝ります。えー、っと、もし真教だった場合、37が真教だった場合、45いやー、だけど面白いね。 うん、いやーこれい,いざこざ、まあ、4, もなくもないな。<す>なくもないけどいざこざさん、結構シーン撮ってたな、今のはずなくもないけど、まあ三番のセースで行けば、7番のシーンに見えてるので、今日は3番に行きます。はい、頑張れ9番さん、9番。 これも今日なら絶対8いくっていうから、ね。いやーもうこれ7番さん死んでいこう。7番さん死んでいこう。で3番さん釣ろう。3番さん釣ろうって感じかな。うーんと。そうだね3番あ7番さんとちょっと目線が違うところもあるけど、でも8番さんの精査は7番さんは。うん、っとうかな昨日俺はちょっとブレちゃったけど、確かに8番さんは言ってることが結構ブレてる。ブレてたり。 してるけど投票が物語ってるよね。もうそれを信じよう。7番さんは死んで、8は白。で、えー、と3を釣る。で、3は俺は俺もローだとは思ってるけど、3で終わらなければ5行くわ。それしかないね。はぁ。うん。もう俺はもうそれで結論から。以上、言うことはないかな。あと言うとすれば。 えっと、強靭位置は俺、2番も全然あると思うよ。2番も全然あると思うよ。1番もあるし。1>, 1番もあるし、2番もあると思うよ、よね、俺は。それぐらいかな。うん。8番は、釣られそうだったからね、俺が狩りうどしようしたから。にもかかわらず5に投票してるところは白いよね。あれ、8番がオオカミだったら、2に投票入れるよね。 そうだよね。うん。そう思う。俺はそう思います。いやー、3投票します。3投票考察めっちゃ楽しい。3投票考察。うん。七番さんに限って、把握もな悪者なのか知らないけど、俺、標準じゃないし、まあ、単なるスムラです。もう言っちゃうけど。えっ、ー、と、そうだな うん、まず7番さんに関して言うんだけどさ、うん、一つ聞きたかったなんであなた4番さんに出たのかちょっとそれ、俺は最終確認として言いたかったかな。まず昨日の流れさ、あれ、2番さんが8番さんの流れだったでしょ。なぜ7番さん4番さんに出たのかちょっと謎かなと思ってたんだけど、身内ち切りしている可能性は俺,俺も十分あるかなと思ってた。8番さんが言ってた同様にね。うん。で、これ一歩でも間違えたらこれ PP なんですよ。うん。怖いんだよな、ほんまに。 8番さん、村で置くとしたら、まあ、あれ、もし、心境だった場合に関しては、俺、5番さんに行きたいかなって、心労だったら、あれ、えー、っと、そうだね、7番さんに行こうかなって思ってる。うん、身内切りしてる可能性は十分あるよ。まず、4番さんの流れじゃないし、普通に考えてみれば。3番のプレイヤーは発言してて、たぶん、こと言って47はさすがに露骨だろうなって思った話なんだけどお、今考えてみれば、確かに4番に行く流れではなかったって話。うん。 いやー、正直、47ロールはある可能性あるね。ただ、8番9番の思考6万0、ちょっとどうにかしたいんだけど。うん、俺、マジで真なんだけど。うん、頼むわ、ほんまに。うん、7番行ってくれよ。7番なんてさ、7番さん、狂人で追ってますって、俺が言ってから、7番さんに関しては、 一番さん強人。一番さん強人でなければ、五番さん強人。五、えー、番さん強人二番さん強人。もういろいろ強塗りヘイト向けすぎなんだよね、七番さんに関しては。うん、だから俺は正直、四七の身内切りもあるかもしんないけど、おそらく七番さん強人だと思うんだよねって話。うん。だから、七強だったら五八郎どっちかいるんだよな。で、八番さんが、うーん。 待ってようーん58は入れ合ってるんでしょ1日目うーんいやーこの投票考察がい,いよ楽しいよねいやー俺がさ45一括りにしたところがさ5番さんに疲れてさ5番さんもさそこ拾ってたからなう,ーんうんうん霊能精査をしっかりしてたのは5番さんなんだよね8番さんよりうーん 八が黒なんかなぁ、うーん。いやただとりあえず今日は PP ね、絶対ミスったら怒るんで、七番さん行ってください。七番さんは狂人の、うん、強人であり狂人塗りしすぎです。七番さんそこは二セミです。七番さんお願いします。五番のプレイヤーは発言してください。うーん。七番さんを強人と思って七番さん押すの三番さん。 いや、僕もね、まあ3番さん目線、それ7を強靭と思って7を押すっていうのはちょっと微妙なんだけど、まあもちろん7さんの精査なんだろうけど、僕は8釣りたいぐらいなんだけどね。7番さんの共鳴がめちゃめちゃ高くなっちゃって、なんで新居ばっかり、新、え、郎、ー、ばっかり追わせるんだろう。あそこで強靭が出てくるメリットがないって、人狼が出てくるメリットもあんまりないでしょ。ちょっと遅れて出てきて、新目取りに行って。 7番さんんんを叩いてなか3ははう可能性もあると思うよ7番さんもしも7番さんは真だったらねで8番さんの黒真っ黒なところ上げていくよまずねえー、と4番5がローで2位が強だと思ったから僕映ったまあ違ったんだけどねって言ったんだよね8番さんまあ違ったんだよねって8番さん目線分かんないよね最後の方で37が真強出てたらまあ5もあるか。 みたいな感じで付け足してたけど8番さん目線僕の白が付けてんじゃないの違ったんだけどねって言ったんだよ8番さん。しかも6番さんがね8黒打った時のあの動揺の仕方で,で7番さんと一緒になって新居を終わしたい人狼にしか僕に見えないんだけどだから4八ルの7強とかあるんじゃないかなと思ってんだけど。 ただね3番さんがね今ね7を強靭に見て7を釣り寄すって言ったのがね、うん、<laughs> まあ3七の精査だからそれもまっとうちゃまっとうなんだけどな俺もう一回3七もう3七行くんだったら3七のもう一回発言聞きたいんだけど僕7番さん入れるね7番さん入れるああこれちょっと5番さん浮いたな レノシンギで7の方が新名を取ってるねさあ終わるのかうわなんで誰が7入れたの135えみぽりんさん今日なんかなこれのプレイヤーは発言してください まず、俺が7番を、俺が7番を釣りをしている理由に関しては、うん、47の身内銀の線も、えっ、ー、と、限りなく低いっていう話はしたが、あるっていう話。うん、だから7を釣りをしている。PP 絶対回避できるか。7行ったら絶対 PP 回避できる。うん、789で俺に入れてんのか。カーリウドさんしっかりしてよ。うん、あなたは村を守るために生きてきたんやで、ほんまに。うん、全然村を守りきれてない。 頼むわ。ほんまに。うん。そうだな。5番さんに関しては、そうだな。8を釣りをして、結局7に行ったでしょ。結構8釣りをしてるよね。あの番面、最後まで8釣りをしてたら、えー、37どっちか今日がわからないから、うん。5番さんですね。いいすね37のどっちが新強かわからないから、8を釣りをして、PP を

1>, 1割 7, 7の釣りをして最後7に行ったところ、うん、これを村と取るか狼と取るか狼、うん、目線だったら5番さんが狼だったら8釣りをして絶対 PP いけるからね、うん、だから5番さん白とも取れるんだよなうんいやとりあえず7番いってほしい7番の2攻めはもう強人塗りしすぎほ、うんとに強人と疑われて強人塗りしすぎ、うん、で謎に4番にも行っているもう意味がわからないうん ま、マジで7番いってほしい、うん。そしたら勝てるって話だから。7番のプレイヤーは発言してじゃあまず4番さん投票の理由から説明しますね。もう一回説明します。私話しましたからね、1番さん。村だったらちゃんと話聞いてくださいね。3番さんの4番さんへの避け方が謎かったことと3番さんの2の釣り誘導のかけ方がおかしかったこと。 4番さんっていうのは絶対スムラを透かしてて、あの発言から。それをスムラ透けてないから4はない。と言った、変わったのがおかしすぎたから4番さんを言った、俺は。これで納得してね。1番さん、無駄だったね。え、これさ、8番さんと9番さんはそう思ってるかもしれないけどさ、1、3、4、5の4人外だったりしないこのゲーム。大丈夫うん。いや、1番さんと5番さんって本当に、 5番さんって特におかしくて、えっ、ー、と、この場面、村視点で言ったら、霊能狼出てくる意味はない。これが、例えば、高等 CO で順々に出てきたのであれば、新居の可能性もあるよね。でも、これって、2人とも後に出てくるからね。だから、村視点で見て、狂人が出てるってことはありえない。ここで狂人が出てたら、かなり弱くなる。 だって初日オオカミも釣られる可能性高くなるし強人っていうのは占い位置に入って白をもらうことが仕事ですうんああそっかいいですかだ,よ、ね、だからそこで五番さんの八釣りよしは本当にあのおかしいですおかしいですで番さんに関してはグレーに行こ,う行こうとしてるのもおかしいです絶対三番さんです三四、えー、人路で終わりですえっ、ー、と一番さんと五番さんは強人二人いるってことはないですよね えそんなバグは聞いたことないんで、ないですよね。3、4人路で終わるんで、絶対3番さん行ってください。いいですか絶対3番さん投票ね。投票でもいいのか、別に。投票を始めてくださいどっち今日やろう。あれの、三オカありえそうだね。 マジで。夜が来ました。目を閉じてください。いや、ー、一度もどっちミスしてんかなって、待ってんかわからんけど。 いやーとりあえず7狼は薄いやろうからとりあえず3つっといてよかったそか9カミ安定だよね9カで3つって終わらなかったら さんの方は新名高いけどな明らかに8の白要素を拾ってるのと初日おかみ投票昨夜死んだのは9番1番のプレイヤーは発言してください <laughs> うーん。どうなんだろうな。じゃあ、7番さん目線はじゃあもう3、4オオカミってことになる。そしたら5 8、8ってか、もう、あれ、俺を含めてだから白、まあ、俺は白城だとしてね。えっと、5番さんと8番さんも白っていうことになりますよ。すでも、5番さんが7番さんに入れることっておかしいですよね。う,うん。まだ5番さん、7番さんのこと狼疑ってるんですよ。十分に俺ありえるよ。7番さんが狼だって。まあ、七番さんもさっきも言った通り、ミューりギのせいも普通に考えられるよ。まあ、おいしいけど、あれ。 なんだっけ投票先見れば分かるから1日目の投票でまず4番さんの釣りは流れじゃなかったし8番さんか2番さんの流れだったもんで2番さんに関しては普通に白かったじゃんで村目線も,もう一緒にいけどなんで2番さん釣りをしたのか何で釣ったのかって話あそこに2番さん釣,、うん、釣るのが普通に間違いだよって俺思ってたんだけど違うかああ <laughs> こう怒っても仕方ないけどあーどっちなんだよほんまに うん、おば番さんに限っては確かに分かるよ、八番さんが狼っていう、十分それは可能性あるけど、心境振動だとしたらやっぱりね、うーん、どっちだ、うん、?7 番さんに限ってはね、うん、分からないんだよ、まあ、決戦投票で言っ,て言ってることが。うん、い今回に限っては、オオそうな。そうだな4に流れないように、振動だとしたら俺ね、7番さんが狼が高いと思ってるよ。 心境だった場合に関してはね、まあ五と八だとしたら、うん、どっちもつかんでね、5番さんと八番さんがど、ううん、オオカミっていうかね、分からねえんだよ。うん。八番さんが白くなったり、五番さんが白くなったりっていう線も可能性あるから、俺、うん、しん振動でみ見てるとしたら、俺、七番さんかなって思ってる。てなか俺、七番さん投票かな。以上。したんだけどね。<上> のプレイヤーは発言してください、うん、いやー、ちょっと正直、票で、票が同票になって流れたのは痛いですね。うん、なんか、ミポリンさんは保育園か何かに子供を迎えに行ってんのかなのすごいガヤガヤガヤって感じがしましたね。保育園で人狼殺してんのかな、うん、まあ、そんなことはどうでもよくてですね、7番さんに行ってほしいって話なんですよ、今したい話は、うん。お願いします、マジで。もう土下座します。マジでお願い。もう7番さん、ニセオささっき言った。 もう言うことはない。うん。もう一番さんも5番さんも思考はそのまま7番さん行ってもらえればと思います。すようん。ワンチャン47の身内切りあると思ってます。これもう全部さっき言いました。うん。もう理由はさっき言ったので、もういいか省略。うん。 3、4、ロー,ローだったらあの盤面で7が例の、えー、出て3が対抗で出る。ワンテンポ遅れて出るメリット。3番さんがね、そのまま村だったらね、<laughs> 村っていうか、まあ、まあ、例のとして対抗で出てるからそんなこと言ってもしょうがないんだけど、最終盤面位置で使用しないし、 その一考察的に白くなる狼っていう可能性を僕考えてたんだけど、三番さんが例の使用する前はね、さんまさんの発言明らかにおかしかったから、7番さんに変な黒塗りして、4号スムラス化したから4号釣りたいとかって熱つ造してたって。あったなただね、7番さんもね、1番さんの狂人おったりとかしてる視点がね、わかんないんだよな八8、9と便乗して1番さん7叩いてんだよ、最初に。そんな便乗して釣りをする 7が黒かもしれないのに1番さん強人だったら。ってなるともう僕目線じゃあ強人誰ってなった時に8番さんの強面今2番さんはそこをかばいに行ったから強面がないことはないんだけどえー、7番さんの心境心労心 新郎、えー、で追わせたい視点っていうのがわからないし8番さんが本当に単体でね6番さんが語りで8黒って打った時はあの反応があまりにもおかしすぎるんだよねで僕を黒塗りして3とか7とかに結びつけてきたでしょでも7番さん叩いてたのに3番さんに攻めていったんだよねいやー7番 2番さん、強人はないと思っててえ、5番さんと1番さんにいるどっちかの村人は絶対3番さん投票してください。はい。えどちらもえ、5番さんの強めの方が上がってると思ってる。それは、今この瞬間でも、霊能信教と見て8を釣る様子しかも8番さんの大改名ってこの投票コードから限りなくないのに。 で昨日最後、同票でもいい、同票でも大丈夫だと思ったんだけど、それは狼は上19でしかなくて、9番さんの一票を失ったのは超痛いです。だからお願いですから、3番さん投票を絶対してください。例の、3番さんが強振だったら、あの番手で出るメリットはないし、村視点で見ても7が例えば狼だったとしても、絶対に出てくるメリットはない。本当にない。だから、 例の霊能は真牢でしかない村視点の考察をすれば分かっているのは八番さんだけ絶対三番さん投票してください三番さんの昨日ちょっと言い忘れた偽要素を言います三、えー、は七を今日置いて五八、えー、どっちかにオオカミいるという精査を落としてますよずっと落としてますでどっちも七に票を入れると言っているだからどっちもオオカミっぽくないなってオオカミ視点じゃあこの場合分かった三視点に七が強靭に見えるのであれば 例えオオカミいるとして、そのオオカミは37がどっちが強化進かっていう精査つくんですかつきませんよね。なんでその7投票っていうとこだけでどっちがオオカミかわかんないなっていう発言をする必要があるんですか絶対にサーバーさん言ってください。こんなあの偽物の霊能に負けるのは嫌だよ、俺。ファッション出してきた。ね、絶対サーバーさん投票ね。お願いしますね。以上。 番のプレイヤーは発言してください、はい私はミポリンさんが村だと思ってて、5番さんは人で3野郎だと思ってるからミポリンさんに言うけど、ミポリンさんは2番さんが村だと思ってたんでしょなんで2番さんを釣ったのって1番さん言ってたでしょ ?2 番さんに釣りをしたのは3番さんだよ。ミポリンさんは2番さん村だと思ってたなら、3番さんに絶対に行くべき。私は2番さん狂人だと思ってたけど、多分5番さんは人なんだと思う。 絶対3番さんと思ってんだけど。違うかなええでも5番さんも人外だと思ってて。待って3番さんが私のなんかさ、4, 4の相方は5、8どっちかで、8が黒だと思うけどなーって言って、私の黒理由全く言えてないんだよ。全く言えてない。で、5番さんはなんか、5番さんが8を追用したところがおかしいみたいなことを言ってるのにも関わらず、でも8が黒だと思う。って5番さんの黒要素を上げてるのに私が黒だと思ってるんだよ。3番さん偽だと思ってる。 うん、三りさん、分かってくれんかなこれでもし47の身内切りだったら、もう本当に土下座するわ、それは私が間違ってたから。でも3番さんは今回の発言とかも全然芯取ろうとしてないし、なんか、必死に私に黒塗りしようとしてる。うん、で、5番さんは私を釣ろうとしてる。5番さんはなんか、7の、じゃ私、5番さんは私のこと狼だと思ってたの、ね、に、今日になって教授を追い出したし、昨日までなんか、 私は前、ずっと3 7が新郎出てると思ってるけど5番さんずっと新居出てると思ってたんですよなのに私が強人を追い出してるんだよ言ってること分かるかな言,言ってること分かるいやなんか私のが6番さんに黒を出された時の反応がおかしいでそれ黒要素私の黒要素それだけかよみたいなえ3番さんに言ってほしい3番さんだと思ってる2番さんっつったの誰 ?3 番さんだよ釣り江戸かけたのは3番さん行きます 投票を始めてくださいっいいぞミポリンさん動くかミポリンさんの心は揺らぐのか3番お番のプレイヤーが選ばれましたえっ 3番のプレイヤーは発言してください。え,え、5が動いたの <laughs> ?5 もらったのこれ。うん。え ?8 番さん。女の涙はずるいよ。8番さん。え、これ 7, 7強なのいや、もう2番さん強人で。 <え>7番さオオカミで815村にかけるわ。うん。かけるわ。2強815が村で7オオカミ。これにかけるわ。そしたらまだ勝てる。うん。俺、心霊音なんだよ。八番さん、よく考えてみ。俺がオオカミだったら。 うん、う俺が人外だったら一番ラストポジションエンドポジションで1周目ねいや本当、うん、ミポリン占い師で出るでしょ平和村を作った人間だぞ、うん、よく考えてみ、うん、しかも2釣りをしたのも 7, 7人のそのライン切りが見えたから俺は2を釣りをした、うん、1周目あんだけラインをつないでて2周目になって急に7は2番に触れないし2番は7を釣りをしてるけど理由言,言わないし 明らかこれ7にあるんじゃないのかなと思って。うん、74の露骨なライン切りか。頼むわ。ミポリンさんが強人 CEO してるけど、これ強人でないことを祈る。はじまさん。涙を使って勝つのはずるいぞ。え強人 CEO。嘘でしょ、ミポリンさん。えちょっと待って。マジ嘘でしょ いや嘘だと信じてるよ俺はうん夜が来ました目を閉じてくださいいやどうなんだこれミポリンさん村らわかったりなんかなー <laughs> <laughs> ここで PP なかったら生のシーン確定 で、だから5八制裁になるねけど4七人狼だったらミポリンさんも今日で PP か7狼だったらミポリンさん今日にかけて8カモンかなどうするんやろこれ いや7の方新名だからミポリンさん今日あるんだよ朝が来ました昨夜死んだのはうーわ8番1番のプレイヤーは発言してくださいはい自分強人なんでね自分に入れます 7番さんよく頑張ってくれたと言ってもね俺7番さんに入れるのはほぼほぼバカだわ <laughs> ごめんなさいやっぱり牛耳切りだったかうん自分に入れますお疲れ様でしたかみさんありがとう5番のプレイヤーは発言してくださいいやいや1番さん強靭じゃないでしょう僕は7番さんに入れるよいや本当に1番さんの興味は全く追ってなかったんだけど 4七ローローか。4七ローローの2強ええー、1強ないでしょ。ないって言ってよ、ミコリンさん。僕は<ー>7いきます。7番のプレイヤーえっと、八番さんがかわいそうだったんで、八番さん噛みました。 この場にいたら可哀想かなと思って、2位、今日、8番さで今強目っていうのは絶対ないと思ってて、レイドの審議しっかりつけてるし、圧倒的に2戦目の3番さんに投票してるから、絶対8番さんが強じってないと思いましたんで、まあ、1番さんが強じじゃなかったら、まあ、2が強だったらいいね1強、1が村、5村だったら、それはもう参りましたという感じですね。 もう正直うの疲れちゃったんで、あの、1番さん投票で終わりますね、この視野に関しては。えっ、ー、と、<ー>強靭の票を確実にもらってるなと思ってたから、特に1番さんの方が、うん、まあ、5と今日1の強靭バトルは結構よく、ちょっと接戦で分かんなかったんですけど、強靭の票もらってるから、これ、負けちゃうかなと思ったんですけど、 八幡さんの最後の一押しは大きかったですね。<laughs> いやー八幡さんちょっと、ね、あの、人狼札またあのやってくださいね。あの、うん。あの、いや明らかに多分、九番さんもそうだし、あと、二番さんあたりも、きっと三番さんの方、二戦目で見てたから、八幡さんの精査っていうのは、 間違ってないと思うんで、あのー、これ、ミポりんさん、語り合ったら、ね、すげけど,どうもあの、ありがとうございました。はい。投票を始めてください。いやー、これ、ミポりんさん、語りであってほしいかな、けど、明らかに3の方が2戦目だったから、ミポりんさん、今日あるんだよね、7投票は。 1>, <え>1番のプレイヤーが選ばれましたーゲーム終了人道の勝ちですリポリンさん今日かいやいやいやこれはあれだな 辛かったねこれ例の決め打ち人道札のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね